ドンキドーナツでしょ、それ。そう、今ドーナツ300円分を買うと点数のついたカードが1枚ドーン。そのカード10点分を集めると漏れなくついてくるドーン。みんなドンドンドンキンドーナツ。もう毎日ドーナツ食べまくってやっと手に入れたんだから。いいな、私も欲しいな、ランチボックス。ございます。お会計315円になります。こちらでお召し上がりですか？はい。お待たせしました、カードを1枚どうぞ。やったー。なになに、銀を剥がすと1点から5点の点数が出てきますか。じゃあ5点のカードを2枚集めればいいんじゃない。楽勝。集めてたらやってらんない。お店の中に1枚ぐらい落ちてないかな。お会計945円です。カードを3枚どうぞ。こんなお兄さんがカード集めたりしないよね。この人が食べ終わって帰る時にもらっちゃおう。みんなどん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 。やった、ちょうど10点ですね。はい、こちらランチボックスです。惜しかったんだ、これ。そんなカード捨てた。今の人カード捨てた。はい、オールドファッションとシナモンリングですね。食べたいけど。じゃあさ、買っておいてよ、300円くらい。はあ、わざわざ買いに行こうと食いたくねえよ。ケチ。ケチとはなんだ。300円くらいいいでしょ。いくつ買えばいいじゃんか。どうしたんだい、喧嘩でもしたのか。ちょっとね。ねえ、パパとママの会社の近くにドンキンドーナツってある？駅前にあるかな、一軒。パパのところも会社の女の子がよく買ってるな。じゃあさ、じゃあさ、お昼ご飯はドーナツにして。お昼にドーナツ？甘くないマフィンとかもあるからさ。それでね、300円で1枚カードくれるから、それ絶対もらってきて。ははーん、そういうことか。点数を集めると何かもらえるんだな。うん、かわいいランチボックスね、お願い。まあ、じゃあついでがあったらね。はい、お土産カード2枚。わーい。みーこ、お昼にコーヒーとマフィン食べたぞ。ほら、2枚。ありがとう。そして10日後の日曜日。はあ、1点足らない。お小遣いももうないし。ねえ、マモル、甘いもの食べたくない？うん。みーこ、はあ、朝ごはんの洗い物と自分の部屋の片付けしたらドーナツ買ってきていいわよ。やったー。いらっしゃいませ。フレンチクルーラーとチョコファッションとバニラクリームとチーズマフィン。お会計480円です。20円のお返しです。ありがとうございました。あれ、はい、カードください、1枚。あ、
申し訳ありません。カードの発行は昨日でおしまいなんですよ。え？ランチボックスの引き換えはあと1週間やってますけど、カードはもうお出ししてないんです。9点あるんですけど、1点おまけして取り替えてくれません？何する？あなたそっちお願い。いらっしゃいませ。申し訳ありません。もう残りの数も少ないものですから。しょにゃあら、カードは？申し訳ありません。あれ昨日までなんです。ちょっと、8点まで貯めたのに8点でなんとかなりません？申し訳ありません。規則ですので。もらえないの？ダメなんですって。困ったわね。すっかりもらうつもりで来たから、そのカード1点ちょうだい。あ、やりー、これで直線。あと2点でもらえるって言ったのに。これ2点分あげる。でもそんな。いいの、それじゃ。あの子にも特別にあげちゃえばよかったかな。でも店長うるさいし。7点になっちゃった。まあいいや、あの子喜んでたし。ミーコ、あれ、たっぺくん、なにこんなとこでドーナツ食ってんだ。食べる？お、サンキュー。さっきまでケンタたちとサッカーやっててさ、腹減ってたんだ。なにお前、それ集めてんの？別にいいんだもん。待てよ、確かこの間食った時に、あ、あったあった、いるか3点あげがいのあるやつ。もうドーナツまだ？まったく、もうミーコったらどこまで行っちゃったのかしら。はあ、お腹すいた。こっち向いてミーコ。